どうも、ゆういちろうです。よろしくお願いします。で、今日は、まあこのコロナの自粛期間中に、まあまあ外にね、ご飯食べに行けないわけじゃないですか。美味しいものとかをね。だから、結構、いろんなおしゃれなお店とかでもお弁当とかを出してて、家でね、それを食べることができるので、今日、お弁当買ってきました。肉匠、堀越さんっていうところで、ね、見てください。もう、蓋が閉まらない。蓋が今ね、閉まらない状態になってます。で、これは、堀越の肉バラチラシ弁当ですね。頼んでますね。見てください、これ。たっぷりお肉が入っております。今日はね、こういう美味しいご飯を家で食べてね、コロナを乗り切ろうということで、お値段なんと、8000円となっております。やばいよね。お弁当で8000円ってさ、何？高い焼肉屋さん食えるよね。今日はちょっと贅沢。このコロナでね、今までダイエットもしてきたし。ね、はい、ということで、食べていこうかなと思うんですけど、こんなで、やばいねこれ。ということで、これなんか6000円と8000円のがあって、6000円のは黒タンが入ってない。で、8000円のは黒タンが入ってるそうです。今日は黒タンが入ってるこの8000円のお弁当にしました。どれが黒タンかはちょっと私にはわかりませんが。食べてみるぞ。いただきます。やばいですよ、お弁当じゃないですよ。お店で、高いお店でご飯食ってるみたいな感じです。伝えるのは難しいんですけど。うまいっす。今日はね、もうこれと他にお寿司とか、刺身とか、いろいろ買ったので、今日のディナーはね、超豪華に行きたいと思います。トシキ君には、トシキ君も誘ってあげればよかったな。ってな感じで、皆さんもコロナ中ね、美味しいお弁当とか、ありますよね、探して。ちょっと、有意義な時間を過ごしてみては、どうでしょうか。はい。オチとかそういうのは別にないですが、こんな感じで生活しております。皆さん、コロナに頑張って。じゃあね。